服部康リー区は大阪府高月市生まれ、徳島県美馬市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。高槻市で出生後に10分の転勤に伴って転居を繰り返した。小学校5年生の時に徳島県美馬市へ転入した。徳島県立川東高校では1年夏からベンチ入りしたが同年秋に肘を故障し本格的な投球練習ができなくなった。 三年春の県大会では、投打の柱としてベスト4進出に貢献し、第三シードとなった夏の県大会では、自身も時速1 3 5キロメートルの速球を武器に、大会ナンバーワン投手という評価を得ていた。しかし三回戦で、あたけさとしを要する徳島賞と対戦し、リズムに乗れずに、コールドで敗れている。駒沢大学へ進学すると、二年春は入れ替え戦で、 初戦先発も、エグジ人気が投げる先代に敗れて2部リーグもよく張る一部、復帰。4年生の周期リーグ戦では3連続完封勝利を、含む6勝4敗の成績で初めて、ベストナインに選ばれた。東都大学1部リーグでの通算成績は40試合に、当番し11勝7敗、防御率2.04、110奪三振、2部一期で2試合1勝、0敗だった。 大学卒業後にトヨタ自動車へ入社した。2年目の2006年には上野博文などとともに主力投手として活躍。都市対抗では予選4試合全てで先発を任された。また同年には第23回ハーレムベースボールウィーク第15回アジア大会で日本代表に選ばれている。2007年にはトヨタ自動車のエースとして都市対抗に出場。 NTT 西日本との1回戦で3塁を踏ませずに完封勝利を収めた。また、秋の日本選手権では当番した4試合中3試合で完投勝利を記録。チームの初優勝に貢献するとともに最優秀選手のタイトルを獲得した。この年には公式戦で通算19勝1敗という好成績を残したことから、投手として 社会人ベストナインにも選ばれた。2007年の NPB 大学社会人ドラフト会議では、重複指名による抽選で、大場翔太の交渉権を逃した、北海道日本ハムファイターズ、長谷部公平の交渉権を逃した埼玉西部ライオンズ及び、千葉ロッテマリーンズから一巡目で指名。抽選でロッテが交渉権を獲得した末に、 契約金1億円出来高5000万円、年俸千5 0 0万円という最高の条件で入団した。背番号は20。2008年にはイースタンリーグ公式戦20試合に登板。しかし2勝6敗、防御率6.99という成績にとどまった。2009年には1月19日に一般女性と結婚。イースタンリーグ公式戦では 23試合の登板で4勝3敗、防御率4.32という成績を残した。しかし、この年までは一軍公式戦への登板機会がなかった。2010年にはプロ入り後初めて公式戦の開幕を一軍で迎えた。一軍公式戦への初登板も果たしたが、全体では8試合の登板で九失点を喫したため、防御率は四点二九に達した。 2011年には、一軍公式戦5試合に登板。一軍初ホールドを記録したが、通算の投球回数はわずか1回3分の2で、防御率も2年連続で10点台を記録した。2012年には、イースタンリーグ34試合に登板。3勝0敗、防御率4.30という成績を残したが、3年ぶりに、 一軍公式戦への登板がなかった。2013年には4年ぶりに公式戦の開幕を一軍で迎えると、オリックスバファローズとの開幕戦の延長12回、表西から8番手投手として登板。ベンチ登録の投手では最後の登板だったが、左打者の糸井吉を3球で抑えると、その裏にチームが逆転サヨナラ勝ちを収めたため一軍で、 初めての勝利投手になった。この試合以降は、左打者対策の救援要因として一軍に定着。一軍公式戦で、自己最多の51試合に登板するとともに、防御率3.38を記録した。通算投球回数が32回にもかかわらず、基本類打数はわずかに1本で、自身と同じく伸び悩んでいた、左腕投手の古谷拓也とともに、 チームのシーズン3位に貢献した。2014年にも公式戦の開幕を1軍で迎えた。1軍公式戦全体では通算9試合に登板。しかし、投球回数は8回3分の2にとどまった上に、基本類打数が2本、防御率が8点台と振るわなかった。2015年にはイースタンリーグ33試合に登板。2勝1セーブ。 防御率4.91という成績を残したが、一軍公式戦への登板機会はなかった。10月3日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。駒沢大学時代の先輩を通じて株式会社、宮下社長の宮下良介を紹介されたことから、2016年4月1日付で、同社へ入社。入社後の2年間は、 保険商品の販売に必要な実務経験と資格を得るべく保険会社へ出向していた。出向期間の終了後も株式会社宮下で営業を担当している。その一方で2016年の12月には学生野球資格回復研修を受講。翌2017年2月7日付で日本学生野球協会から 学生野球資格回復の適性を認定されたことによって同協会に加盟する大学、高校の公式野球部で選手を指導できるようになった。内外角に投げ分けるコントロールと安定感があり、高速スライダー、カーブ、スクリューボールなどを投げる。ありがとうございます。